県によりますと、県内で先月25日までの1週間に確認された新型コロナウイルスの感染者数は1医療機関あたり7.22人で、全国で7番目に多くなっています。また、過去3年間では7月後半の連休以降、感染が急拡大していることから、河野知事は今日の定例会見で、今年も再拡大する可能性が高いとして注意を呼びかけています。 まずは全体の感染者を抑制することが、そういう重症化のリスクなりです、ね、入院が必要な方を減らしていくことになります、通常の医療機能を保っていくことにつながりますので、こういう感染急拡大を防いでいくということは、今、5類に移行した今の段階でも必要なことと考えております。県では、感染リスクに応じた対策の実践を呼びかけています。